青コーナーより驚異の IQ レスラー柏田和樹入場。してまいります。赤コーナーより UWF 最後の継承者田村清入場。U 最後の遺伝子田村清が入場してまいります。青コーナー180センチ、85キロ、柏田和樹。赤コーナー180センチ、87キロ、田村清。レフリータイガー服部。頑張れ。今ゴングが鳴りました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。スイープしてまいります。ブロックした方がいいですね。そうですね、足を絡めます。逆に上になります。ストマックに突き刺さります。ストマックを狙ってまいります。あっとマウントからのパンチ。ガードします。ガード硬いですね。はい、強烈に打ち込みます。下から返してまいります。ガブリの体勢に移行します。バックに回ります。させません。バックを取ります。バックに回ります。ストマックへの攻撃であります。グラウンド状態からナックルを入れていく。上から潰します。バックを取ります。上からガブります。バックに回ります。ガードを取ります。上を取ります。モンゴリアンを打ち込む。マウントに移行します。下から切り返します。ああ後頭部へのパンチ攻撃。上から潰します。バックを取ります。ガードを取ります。バックに回ります。させません。膝へのキックです。そのまま倒してまいります。ブロックします。逆に上になります。あーマウントパンチ。